って思ってんの？思ってるよ。毎日が特別な日。そんなかっこいいこと日常的に言わへんよ。そうだな、今日は久しぶりやしな。ああ。いつぶりぐらい？2月ぐらいちゃうかな、多分。え、もう半年ぶりやん。半年ぶりぐらいやな。半年？うん、半年ぐらい。結構してなかったね。うん。今月まだあるからな、もう一本。あ、待つ？うん、8月28か28やな。もうつく？まだつかへんの。もうしばらく。学校やわ。ああ、ビルの反射？うん、暗なってる。そうなの。逆の方が、でも今度こっちから刺すで。こっちの方が全然。あ、全然綺麗、全然綺麗。もうつくわ。もうつく？うん。今日何曲やんの？今日は4曲かな。何曲か。はい、1曲はあのバンドの曲をな。おお。初披露やな。まあ動画で中やったら伊藤くんだけの曲も初やけど。あ、まあまあそうやな。まあインスタとかに上げてるか。うん。ライブでっていうことやね。そう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 。暑いわ。
くわ。あれ、あ、これこれこれっすな。では行きましょう。はい、まだ回すな。あれ、暗闇設定みたいなしたもんね。ことになった達也、果たして彼は練習の成果を出すことができるのであろうか。客席の元気を集めることができ、大きな大きな拍手を得られるのであろうか。次回逃れライト、達也ステージに立つ。